二月二十日朝の御言葉気落ちした者を慰めてくださる神コリント人への第二の手紙七章六節誰が神のように慰めることができるであろうともよ哀れな憂いに沈む神の子供のもとに行き美しい約束を告げその耳に慰めの言葉をささやけ 彼は蛇使いの声に耳を貸さない、耳の聞こえないマムシのように聞こうとしないだろう。彼は独創や苦いヨもぎを飲んでいるのである。そしてあなたがどんなに慰めても、あなたが彼の口から聞くのは一言二言の諦めの言葉だけであろう。神に対する賛美の歌やハレルヤの叫びや喜びの歌などは到底聞くことはできない。 しかし神がその子供のところに来られ、その子供の頭をもたげてくださるなら、嘆いていたものの目は輝いてくる。あなたはその悩んでいた人が次のように歌うのを聞くだろう。主よ、あなたのおられるところが楽園です。あなたのおられないところは地獄です。あなたは彼を励ますことはできなかった。しかし、 主はそれをなさった。主はすべての慰めの神であられる。コリントビトへの第二の手紙一章三節。ギルアデにない入稿が神にはある。作られたものの中には医者がいない。しかし、創造者は癒し主である。神の甘美な一言が、クリスチャンにとってどんなに心を打つ完全な歌になるか、 驚く他はない。神の一語は、金の一辺のようなものである。クリスチャンは金白紙であって、その約束を何週間にもわたって打ち伸ばすことができる。だから、かわいそうなクリスチャンよ。あなたは失望して座り込んでいる必要はない。慰め主のところへ行き、慰めを求めよ。あなたは、哀れな乾いた井戸である。 ポンプが乾いている時には、まず水を注ぎ入れよ。そうすれば、水をあげることができると聞いたことがあるだろう。主にある友よ。そのように、あなたが乾いている時には、神のもとに行き、その喜びをあなたの心に注ぎ入れられるように求めよ。そうすれば、あなたの喜びは溢れるだろう。地上の友のもとに行くな。あなたは、 せいぜい呼ぶのような慰め手を得るだけだろう。まず第一に、気落ちしたものを慰めてくださる神に行け。そうすれば、私のうちで思い煩いが増すときに、あなたの慰めが私の魂を喜ばしてくださいますように、ということができよう。詩篇九十四編十九節。